ドッグトレーナーを目指す人に最短最速2年間3団体公認の訓練資格取得ができる日本で唯一の学校、それは日本訓練士養成学校。学校選びの大事なポイント、日本訓練士養成学校の7つの違い、学校を選ぶとき何の資格が取れるのかなど、気をつけたい重要ポイントが7つあります。次の7つの大きな違いをチェックしてみてください。チェック1、取れる資格の違い。通う学校が他校より高い資格でしょうか、低い資格でしょうか。チェック2、できる経験の違い。通う学校での経験は深く多様でしょうか。チェック3、プロになれるかどうか。プロとして同業者との競争に立ったとき、他校出身者に勝てるでしょうか。チェック4、独立できる資格かどうか考えましょう。独立できる資格は定年もない自由な生き方につながり、人生の底力になるのです。すごいすごい。素人とは明らかに違う専門家になれるかどうか。3ヶ月や半年で取れる簡単なものはプロというのは難しくなります。チェック6、消えないニーズかどうか。 AI が進んでも消えない仕事かどうか、よく確認が必要です。チェック7、世界を目指せるのか。自分が日本代表となったら、その喜びと誇りを考えてみてください。チェックポイント、取れる資格の違い、差が出る資格の違い、訓練練士、司法、準司法、ハンドラー資格。例えば JKC 訓練練士、訓練司法、準司法。 JKC とは一般社団法人ジャパンケネルクラブのことを指しています。ジャパンケネルクラブはアジア最大級の国際的な地区犬団体です。訓練練士、司法、準司法の違いは大変重要なところですが、案外知られていません。またハンドラー資格との違いも間違いやすいポイントです。し、ハンドラーとあるから資格って同じようなものと間違いやすいのですが、すごく差があるので、どの資格が取れるのかよく確認することが大事です。最も間違いやすい部分をご説明します。訓練練士は準司法と司法の上、訓練練士の資格を取るために10年かけて臨む愛犬家の方もいらっしゃる大きな資格です。 JKC 訓練練士ですと言えるのは大きく、犬のプロ、ドッグトレーナーになるなら絶対持っておきたい資格とも言えます。あまり知られてないところですが、訓練練士になるためには司法や準司法になってから2年経たないと受験資格がありません。そしてさらに3頭以上の異なった犬を訓練試験合格プラス、うち2頭は CD1 以外のより高い試験合格。 CD とは JKC コンパニオンドッグ家庭犬訓練試験の略です。プラス、異なる競技会に3回以上出場していること。プラス、居住地のブロック訓練士協議会に所属する公認師範以上の資格者、または公認訓練所所長の推薦も必要になります。司法や準司法になってから以上のことをクリアしないと訓練練習にはなれないのです。ではハンドラー資格からはどうでしょう。ハンドラー資格は独唱系の資格、訓練技術の資格とは別物です。ハンドラー資格から訓練練習になるには一からのスタート、司法や準司法からよりも大変になります。10頭以上の異なった犬を訓練試験合格プラス、うち5頭は CD1 以外のより高い試験合格プラス、異なる競技会に3回以上出場していることが必要になります。考えてみてください。卒業後、自分で10頭の異なる犬をどうやって探して訓練するのでしょうか。そのハードルの高さがわかると思います。これだけのハードルがあるから、 JKC 訓練練習ですというのは大きな重みがあるのです。このような違いを確認しないで学校を選択すると、卒業後、訓練練習の方が上なの、それになるのにまたあと2年かかるのとか、これから自分で頑張って訓練試験10等合格しないとダメなのとかになってしまいます。学校で取れる資格の差を注意することがとても大事です。日本訓練士養成学校は最短最速2年間、高い技術、専門性は自分の人生切り開くための大切な武器、特技と資格は想像以上に自分の個性を輝かせるのに役立ちます。
訓練練習になる道のりは本当に大変なんだわ。それではカリスマ訓練士内井聡先生の登場だわ。ドッグトレーナー、犬の訓練士になるにはどうしたらいいか、私がお答えいたします。動画の内容がためになったと思ったらいいねボタンとコメントくださいワン。詳しい内容は概要欄に貼ってあるワン。おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しいワン。これ